ま,あまずは症状の話をしてみだれっていうのはその症状と何が違うのかっていうところをあの触れて農学いとかがこう一人前こうまあどんどん上達していくためにこうだんだんレベルアップしていくんですけれどもその間の大事な曲としてあのお開きの曲といって乱だれをするんですね、まあ、一生懸命2人で乱だれを務めさせていただこうかなと思います。 の「乱れ」は私と弟の雪長であの2人で、えー、曖昧という形であの開かせていただくんですけれどもあの、まあ、おのが初めて、まあ、あまりご存知でない方もいらっしゃると思いますのであの、まあ、ちょっと簡単な話も交えながらちょっと深く掘り下げてお話しさせていただこうかなと思います。はい、であのその乱れという曲目は もともとは、あの、症状という曲がありまして、まあ、あの、今でももちろん頻繁に上演されている曲なんですけれども、その症状の小書きという、あの、演出になります。小書きというのは特殊演出のことを言いまして、あの、なんで小書きっていうかというとですね、番組、プログラムにですね、まあ、演目の名前が書いてあります。で、あの、まあ、縦書きですと、左の下に、あの、小さな文字で、こう、 あのー、例えばですね、アマっていう曲だと、海中の舞とかですね、こう書いてあったりするんですね、小さな文字で。で、その小さな文字で書いてあるので、小書きというんですけれども、その症状の小書きが、小書きに乱れというものがございます。ただ、この乱れというのは、とてもな特殊な、不思議な曲で、その小書きを曲名に当てて、 あの、言ったりするんですね。まあ、まずは症状の話をして、で、乱れっていうのはその症状と何が違うのかっていうところを、あの、触れていきたいと思います。えー、その、まず症状なんですけれども、あのー、ご存知の方も多いと思いますが、あの、今で言うオラウータとか、<laughs> お猿さんですね。お猿さんのことを、あの、症状って言ったりするものですけれども、おのでは、えー お酒を飲んで愉快に楽しむ赤い格好をした、えー、妖精みたいな妖怪みたいな存在になります。で、あの、今、もののけ姫とか <laughs> あの再放送されたりしますけれども、実はもののけ姫にも症状が登場していて、あの、その症状は赤い格好ではなくて、あの、どちらかというと、やっぱりオラウタンとかお猿さんの方の姿をしています。で、あの、その症状っていうのは、あの、まあ、妖精で、 あのー、中国の、えー、物語に登場する動物なんですね。えー、その症状の物語の始まりですけれども。えー、脇っていう人が、そのおの中の脇方を演じる脇が登場します。その脇はあの甲府という男で、えー、その甲府はまあ自分で。と淡々と、あの語っていきます。えー、まあ私は甲府と申すもので、えー。様子。 の里に、まあ養子校の近くですね、に住んでおりました。で、私はすごく親孝行なので <laughs>、あのー、まああるよ、不思議の夢を見ると、不思議な夢をある晩に見ました。で、あのー、まあどんな夢を見たかというと、えー、まあ市場でお酒を売れば復帰の身になる、まあ豊かになって、まあ地位もあのー、まあ名誉も すごく豊かになるとそんな夢を見ましたのであじゃあそんな不思議な夢を見たなら実際にやってみようとでお酒を市場で売り始めたらもうたくさん売れていくわけですで本当にその夢の夢通り豊かな生活を送ることがで,きるようになったでそのまあ豊かにだんだんと次第次第に豊かになっていったんですけれども毎晩いつもお酒を買ってきてくれる人がいました。 でその人はいつもお酒を飲んでも飲んでも顔色が変わらないでまあ尋ねてみるとその人は症状だったでその症状はえー、まあ君その君がええー、信用の絵のほとりまあええ洋子の絵のほと,ほとりに来てくれたらある晩来てくれたら、えー、私はその本体をみんその 興奮の前に表しましょうと言って、えー、消えていく。まあ、これを、あのー、本来だと、おのおだとですね、あの、前半と後半に分かれて、あのー、前半の部分で、えー、後半の、その、本体を表す前に、まあ、誰かに化けた、こう、化身みたいなものが登場して、で、その化身が中入りと言って、前半部分を、こう、消えていくて、 行きまして、で、後半またこう新たにこう、本体の姿を表して、こう登場するという、前半後半で分かれた、あの、複式無限脳というものがあったりするんですけれども、その複式無限脳という形で、昔は演じられてきたそうなんですが、症状という曲に関しては、とても修減性が高いものなので、あの、前半部分は脇が語って、 その、今の私が申し上げた内容をすべて脇が一人でこう語っていくわけです。幸風がですね。で、そこで、えー、やっとその幸風が、えー、新娘の絵のほとりでお酒を飲んで待っていると、えー、友達の、えー、少女が現れて、その少女が、えー、まあそのお酒を飲みながら、お酒の、まあ言われを語って、そして楽しく、えー、お酒を飲みながら待って、 こう波に戯れて、こう舞っていくんですけれども、まあ最後に、甲府に、あの、まあ君はすごく親孝行なので、えー、この壺に、まあ、正先に、あの、この舞台のですね、正面の先に、あの、壺があるとして、あの、いたしまして、で、あの、この壺に泉をた,たえようと。えー、これは、こう、くんでも汲んでもつけない、えー、酒の壺。 これをあの幸福に与えましょうと言ってそしてあのまあ症状はこうい消えていくんですけれどもまあ幸福がそのなんていうんですかねまあ夢かうつつかちょっとわからない状況のままお酒飲んでるわけですからお酒飲んでふわーっとこう見えてきてるわけですよね症状の姿がでもそれが夢かうつつかわからない本当に非現実的なことなのであのまあわからないままパッとこう夢が 冷めたような感覚がするんですけれども、でも、そこには、本当に確かに、この壺が残っていて、この物語が終わります。なのでですね、まあ、幸福はその壺を使って、ずっとお酒を売っていけば、もう永遠に、こう、豊かになって、この幸福の家が豊かに栄えていくと、そういうとてもおめでたい曲なんです。はい、秋の物語なので、えー、秋風という言葉が出てきたりとか、 あとはですね、秋といえば月ですね。月が、あの、この症状という演目の歌いの中でたくさん出てきます。わかりやすい方ですと、秋の世の杯と、えー、扇を前に出す方があるんですけれども、まあ、これはですね、あの、この後に秋の世の杯、影も傾く、入江に借り立つという言葉に続くんですが、まあ、この杯に、まあ、月が映っているっていうふうに例えてます。そして、杯と、あと、 えー、まあ、月が傾く。杯が傾く。杯を傾ける。これってお酒を飲むということですね。まあ、この二つにかかっているわけです。傾くという言葉が。そして、まあ、大きな特徴なのは、あのー、舞ですね。まあ、中の舞とか、普段、お能でよく見られる舞の動きというのは、いわゆるすり足で、こうずっと動き続けるものなんですけれども、乱れに関しては、流れ足。 そして乱れ足。この二つが、あのー、大きな特徴ですね。あと、飛び上がりというのもあったりとかして、あのー、これは、まあ、波と、まあ、海中に住む妖精なので、あの、海の上にでて、こう、ずっと舞い続けてる様子を思い浮かべていただきたいんです。あのー、まあ、農学士とかが、こう、一人前、こう、まあ、どんどん上達していくために、こう、だんだんレベルアップしていくんですけれども、その、 間の大事な曲として、あのお開きの曲と言って乱れをするんですね。なので、まあ今回そのこの後道成寺の解説もあります。けれども。あのー？乱れと道成寺、どっちもお開きの曲で対曲続きでまあ、一生懸命2人で乱れを務めさせていただこうかなと思います。